クリスマス。いいや。いいや。すごいね、うんうん、チキン食べたい。お肉にしろ。クオリティ高い。クオリティ高い。え、ヒゲも、え、私の声も聞こえないんだけど。すごい、すごいね。ちょっと、はいはい、あの、どうせなら、うん、この場を盛り上げるために、うん、スフィスフィアっていう一発ギャグやってもらえませんか。とっておきのがちょっと前振りしておいたんで、うん、あのやってくれないと進めないんですけど。痛いな。スフィア、スフィスフィアって何言われないスフィア、スフィスフィア。オープンしてください。あのね、私以上に楽しい。すごい、よかった。仲間がいたこと言っときますけど、矢作さん怒ってますからね。あの超絶無茶ぶりに、あの矢作クラゲちゃんの無茶ぶりに、あのちょっとばっかりやがった。サンタ、サンタ、お宅のサンタどうやってるんですかね。うちのサンタはね、あの予想値のサンタかな。ちょっとおかしいな。普通に何でもない。大丈夫、来てくれないよ、もう。もういい。はい、はい、いただきますよ。今年も3人いい子にしてたかな。してた。よし、それじゃあですね、早速僕から段取りをあげたいと思います。本当だ。ヤハギなんかめっちゃヤハギって殴り書き。はいっつって。ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。金沢。はい、ちょっと、しかもさ、色も2色とか使ったんだ。見たー。私と殴り書きやん、これ。ここはいいけど、ここがこれを動かしてるのおかしいだろ。やったー。ここはちょっとトマツ、トマツだけなんかいいの入ってそうじゃない。だってなんか、そうだね、格差社会だよね、これね。本当だー。だから、トマツも文句言わないよ。ごめんなさい、ごめんなさい。本当ごめんなさい。あ、でも、開けていいですか。どうぞ、開けてください。なに、なに、もらったら、じゃあ、せーので出す。せーの、じゃーん。やったー、アワーローダー入ってる。かわいい。本当だ。すごい、なにこれ、なにこれ。イオン美顔器とホットジンジャージェル付き。え、すげえ。すごい、そう。美顔器、なにそれ。ちょっと待って、え、マッサージグッズです。マッサージクッション、かわいい。さっき話してた、うん、ツボブック、ツボブック、おやすみ羊。あの身もかわいい。かわいい。矢作さんは、私ですね、ブラックホークダウンの DVD と跳躍百人一首歌恋、百人一首がわかりやすく漫画になっているという、今本屋さんで激売れの本ですけれども、これで皆さん百人一首勉強、まあわかりやすい漫画で皆さんご覧ください。ヤギさん、これクリスマスプレゼントですよ。あの、ブラックホークダウンってどういうことですか。あの、こちらです。すごい大好きな、あの作品なんですけれども、はい、自分で買おうかなって思ってたんですけど、はい、なんか欲しいものありますかって言われたんで、はい、まあじゃあって思って、じゃあじゃあどうせ買おうと思ったんでと思って、あの具体的すぎるよ。すごいね。戦争はダメですよ、皆さん。ちょっと待ってくださいね。はい、自分で買えるよね、これ。結構サンタにお願いするにしては結構シビアな感じですよね。ね、
いいよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。じゃないでしょ。何？皆さん分かってるでしょ、この番組。藤原の吉高が。ラジオはプレゼントあげる。ありがとうでは。せーの。バカバカ。本当にね。したんでしょ。本当は。感じ悪い。なんかね、ちょっと今日忙しすぎてね、虫の居所が悪い。ちゃんとマサ怒ってあげて。すいません。ひどい。なんなのこの人。僕の話を聞いてほしいんですけども、ですね、まあ、プレゼントをですね、毎年、かけてですね、3人に今年も勝負をまたしてもらいたいなと。なんだよ。思ってるんですけども。今年勝負してもらうのはですね、こちらです。わかりますか？あ、シュウォッチじゃないですか。そうです。シュウォッチ。あやさんはご存知のシュウォッチです。はい。ですね、まあ2年連続でですね、プレゼントを手放している花澤さんのためにですね、あ、そうか。番組がちょっと有利な勝負を用意しました。花澤さんは180回というですね、記録をこちら持っているんです。花澤名人って。花澤名人。名人。花澤名人。名人。名人なんすかそのポーズ。なんだ今の。名人ちょっと疲れてますね。じゃあですね、このショーツですね、今日3人とも挑戦してもらって、一番最下位だった人のプレゼントをですね、はい、リスナーさんにプレゼントしたいと思います。これ厳しいなぁ。みんなもらいたいよね。私今リアルなものを頼んだから。確かに。リアルなものすごい。それはリアルすぎる。リアルなものこれ、だってもらってもちょっとね、うん、普通にヤギさんの欲しいものだから。うん、いやでも、きっとね、これみんな勉強するはずだ。押すと始まっちゃうからね。自分のタイミングでスタートして。どっちがいいんだろう。でもなんかな、ちょっとシミュレーションしていい？いいなぁ。なんだよそれ。すごいなぁ。あー、これ、こする方がいい。よし、じゃあもう、手取り早くいきます。はい、よーい、スタート。おー。これ結構動いてますよ。すごい、来てるんじゃない？来るよ、これ。ちょっと来てないかも、あんまり。あんまり来てないかも。レンタのところに。もう終わってるよ。何秒間やんの？10秒間です。あ、短い。今ちょっと終わってたけど、ハーハーしてるよ、トマツ。これ体力使うわ。何回 ?110 回です。これすごい。え、でも、すごい。カナちゃんは181回。あなたどうやって181回も。いや、私名人ですから、何せ。すごいね。よし。こうね。ヤギさん。カクカクシカジカに見えます。私今日ねカクカクシカジカみたいなのさっき気づいたの。定番だ。そう、じゃあ行くよ。はい、よーいどん。あ、結構動いてる。爪のあるかも。そうね、やっぱりこう指先に筋肉を集中させてる感じがするわ。お、86回。行くよこれ。行くよこれ。ちょっともうすでに今の時点で、はい、今の時点で勝ち抜けです。ありがとうございます。私が86回より勝てればいいんでしょ。うん、でも181出してるんでしょ。そう、ここに。うそー、マジか。ちょっといい？私ここで負けるわけにはいかないんだよね。これはやばいぞ。美顔になりたいからさ、行くよ。わあ、緊張する。名人技見て。ちょっと待って。あなたの家近いから。行くよ。せーの。折れた。111回。ね、待って、私の。ね、本当に181回出そう。出した出した。あなた本当に181回出した出した。もうなんか結構すごいの爪が今ね。しかもなんか28回目ぐらいでなんか一回ゴキってなって爪がなんかあっみたいな感じになったよね。一回ね、今日はね調子悪いみたい。名人調子悪い。名人ちょっとね、名人の日ちょっと痛めたでしょ。
え、私たちじゃあもらっていいってことですよね。やったありがとうございます。矢作さん、あ、はいはい、それでもこれ視聴者プレゼントになっちゃいますよ。これはい、個人的に矢作さんが欲しいものですけども、じゃあちょっとこれね、みんな勉強になるわぜひみんなこれで百人一首勉強して正月やってくださいね。百人一首、百人一首やりましょう、はい、さてさて、このプレゼントが欲しい人は、プレゼント欲しい係まで番組の感想も一緒に書いてメッセージを送ってくださいな、ではここで一曲止まってよろしくお願いします。私だったよ、あなただった、はい、それではお聞きください。ララでメロメロマンチック。